中島 B5MN97 式艦上攻撃機97式3号、艦光97式艦上攻撃機は日本海軍の艦上攻撃機。競争試作された2機種が両方とも採用されたため、この名を持つ飛行機には全く設計の異なる中島製と三菱製の2種類が存在するが、通常は中島製を指す。略称は97式艦航。 または97艦航。アメリカ側のコードネームは中島製の1号、3号が K と三菱製の2号がメーベル。昭和10年に海軍が中島飛行機、三菱重工業に重視艦上攻撃機としての競争施策を命じ、昭和12年に中島案を97式1号艦上攻撃機、三菱案を97式2号艦上攻撃機として、 共に採用した。競争施策であるにもかかわらずどちらも採用された理由は両者の間に決定的な性能差がなかったためである。日本海軍としては初の全金属製の低翼単葉機であり、1号型は国産単発機発の引っ込め足を採用。それまでの96式艦上攻撃機に比べ最高速度は約時速 100km も向上した。 上員は3名。中島11型中島12型中島飛行機で開発された1号は、同時期に開発中であった重視環状偵察機に採用していた可変ピッチプロペラや超型、ファウラーフラップ、密閉式風防などを採用している。ただし、ファウラーフラップは、機構が複雑なため、量産型機では単純なスロッテッドフラップを採用した。1号の完成は、 昭和11年12月31日、翌12年1月8日には、初飛行に成功している。この1号の発動機を、光3型から A11 型に変更したものを97式3号、環状工芸機器として採用し、以後生産の中心は3号に移る。1号、3号合わせて1250機ほどが、中島飛行機の小泉工場で生産された。また、 特殊な派生型として、11型を練習機に改造した97式練習用、攻撃機11型が存在する。三菱61型三菱重工業で開発された2号は、固定足であり、中島機に比べ振動が少なかったため、2号の方を好む搭乗員もいたという。しかし、油圧系統や主翼折りたたみ機構などに問題があったとも言われる。 試験機の完成は昭和11年10月末、初飛行は11年11月21日に成功している。先に述べた3号が採用されてからは、生産の中心は中島機になってしまい、2号は昭和15年に生産が終了し、もっぱら訓練や紹介などに用いられた。合計で150機ほどが生産された。正式採用後間もなく、 中国大陸方面の作戦に投入された。新珠湾攻撃では3号143機が出撃し、来撃隊はアメリカ海軍太平洋艦隊の戦艦4隻を含む6隻の艦艇を来撃、魚雷36発を命中させている。なお淵田三つ海軍中佐が放ったトラトラトラはこの機体から打電された。対戦中期頃までは空母で運用され、 後継機の天山が登場してからは主に陸上基地などから運用されたり、レーダーを追加装備して対戦紹介や輸送船団護衛にもついた。そして対戦末期には一部が特攻に出撃している。また、1945年8月下旬、北千島へ進行してきたソ連軍上陸船団に対し、占い森島に残存していた。 北東航空隊所属の数機が陸軍機と共に出撃して爆撃を加えており、これが日本海軍艦上攻撃機最後の戦闘になった。三面図現在、12型2機が博物館に収蔵されている。また2015年には種が島沖に沈んでいる機体が確認されており、2021年6月中の引き上げが計画されている。 制作された97式艦上攻撃機風の改造機実物レプリカ、ありがとうございます。